2組目のゲストを紹介しましょう、はい、エンズの遠藤さんです。どうぞ。久しぶりです。いやでもね、俺あの遠藤君がヘビ男だっていうの知らなかったよ。そうです。はい、いいでしょこのトーン。よろしくお願いします。よろしくお願いします。俺もね会ったのはねすごい久しぶりなんだけど、はい、まあ、とりあえず CM の後もですね、遠藤君にいろんな話を聞いてみたいと思います。はい。改めて今日2組目のゲストをご紹介します。エンズの遠藤さんでございます。いや、ようこそようこそ。ようこそようこそ、ね、よろしくお願いします。いやでもね、何年ぶりかな、まだソフトバレーの頃だったからね。そうですね、うん、なんかね、昔ね広島であの前乗りだった時にソフトバレーが、はいはい、あのライブやってたの、はいはい、でそれでライブ見に行って一回打ち上げにね一緒に行ったことがあるんだけど、楽屋がね、すんげえ変わってんだよ。楽屋がですか。うん、みんなね、3人ともね、別々の楽屋に引いて。え、3人やなんですか。いや、とりあえず別々のとこにいるんだよ。あ、はいはいはい。で、全員が間接照明でこうやってるんだよ。本当ですか。本当です。みんななんか間接照明だよね。間接照明なんですか。うん、こう、ブワーンと、ブワーンとしてるやつですか。うん、で夜ね、まあ、とりあえずライブ終わった後に今日は盛り上がろうかということで、はいはいはい、で打ち上げに、ね、打ち上げにね、はいはい、なんか、まあ、ちょっと踊れるようなところに行ったんだけれども、うん、でやっぱり遠藤君とあとあの時はケンちゃんがいたんだけれども二人ともこうやってるんで、で酒飲みながら楽しんでます。ちょっと作ってるんですよ。もうちょいです。いや楽しんでます。渋いんだよいつでも。ああでもそこまで徹底してるとかっこいいですけどね、逆に、うん、嘘じゃないわけだから。そうそうそう、うん、うんうん、あということですね。実はあのこっちの方から、うん、まあ、くだらない質問が来てるんですけど、これ遠藤君がねまた答えてくれるかっていう、まあ、くだらない方からいってみようかね、はいはい、肉は何が好きですか。牛です。牛ですね、はい。あのまたレパートリーはって書いてある、ね、レパートリーはって書いてあるの。何のレパートリーなんだろうね。肉料理。肉料理、うん、料理とかします。たまに、うん、したりしますけど、うん、でじゃあ次行ってみましょうね、うん、愛の歌はまた、最中に考えた曲ですか、まあ、これもまあなんか俺には分からないけど。最中、うん、それはそのものズバリ。いやですか。いやいや、それじゃないでしょ。最中って、なんか最中に、なんか前になんかそういったのがなんかあったんですか。なんか、ああ、あった。なんかインタビューで答えたかもしれないですね、うん、あの、セックスの最中に作りましたって。あ、やっぱりその最中なんだ。当たったよ、みたいな。うん、あれか、いい感じしてるね、うん、ということでですね、アンケートからの答えてないじゃないですか。まあ別にいいですけど、うん、ちょっと一個気になったのがあったんで、はいはい、最近凝っている食べ物でヤシの芽っていうのがあるんだけども、はい、ヤシの芽ですか。うん、実じゃなくて、うん、この芽っていうのはこれなんですか。これいや缶詰で売ってるんですけど、うん、なんかあの料理屋さんに行ってヤシの芽のサラダとかっていうのがあって、うん、ヤシの芽って分かんないじゃないですか。全然分かんない、うん、出てきたらなんかあのタケノコの子供みたいなやつがあって、うんうんうん、で食べたら美味しかったんですけど、うん、それで近くのスーパー、家の近所のスーパーに行ったら缶詰で売ってて、うんうんうん、説明しようがないんですけどね。あ、でもそれってさ、あのあれ本当に例えば、まあそれは植えてもダメだと思うけども、いわゆるそれの本当に何も加工してないやつを植えたらそれがヤシの木になるのかな。いや、なんないんじゃないですか、ね、それともヤシの別なんじゃないですか。別の食い物なのかな。だから多分あのヤシの実から、うん、こう出ちゃうやつあるじゃないですか、はい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 、あれをスカッと切って、うん、なるほどね、はい、ということですね、はい、この辺で、エンズの曲に行ってみたいと思います。曲は愛の歌です。愛の歌を見ていただきましたけどね、狙いましたね、狙いましたね。面白いですよね、うん、なんで、会場の人たちがあのビデオが始まったと同時にゲラゲラって笑うんだろうと。ああ、こういうことだったのかと。
いや、このアイディアなんか遠藤君がなんか出したみたいです。やるからには自分で出したんですか、うん、炎を出そうっていう。もうどうせやるんだったらそれぐらいやろうかなと思って、はい、監督がやるっていう話もあったんですけど、巨人の星みたいに。いや、めちゃめちゃいいですよね。いや、あのほら詞も結構どちらかっていうとこれってもう本当ストレートな、そうですね、はい、この曲は、うん、で、まあ、こういうなんていうかまたストレートな、あのみんなが、うん、何を考えてるのだろうかっていうぐらいまでストレートにゴンってこう来るからね、うん、まあ、逆に狙ったんだなっていう感じはこうしたんですけど、なんか撮影時、撮影の時とか何かありました？動物とか出てきてるじゃないですか、うん、それでなんか適当に動いてくださいって言うんで、あのジャケット振りましてこうやってたんですよ、うん、そしたら蛇に思いっきり蛇側のジャケットをドバッとぶつけちゃって、で、動物借りてきてたん で結構怒られたかなっていう感じでした。いや、なんか遠藤さんが語ると一言だったからね、重くていいですよね。うん、いや、このジャケットの、ね、この革のやつですよね。この革のやつ、これはこっちの表紙だね。そうです。これが7月の23日にリリースされてます。そうですね、ニューシングル愛の歌です。1年ぶりぐらいのリリースですね。このジャケットが実はなんか本当のあの蛇の、これ高いだろうなこれ、うん、でもね既製品なんだ。え、そうなんですか。うん、これニコラス・ケイジみたいですね、あのワイルドアップ。でもね、なかなか普通の人は似合わないよ、これは。これは似合わないですね。うん、はっきり言って遠藤さんすごいですよね、これ着こなしてますもんね、バッチリ。いえ、恐縮です。いえ、炎もある意味で着こなしてますもんね、あれ。あとですね、9月の23日に、まず同時リリースで、シングルのときめきというのとですね、あとアルバムの、ちょっとね、アルバムの方がね遅れそうなんですよね、うん、ハウル、はい、ちょっとアルバム、あ、遅れるかもしれないんだっていう話に、うん、あ、いや多分同じ、大丈夫です、はい、大丈夫です、はい、あと今回は、本で煙のメンバーが参加してるっていう、はい、煙って言ってたね、うん、よく知ってるの、はいはい、うん、あれ、もしかして増井君も行った？はい、うん、あ、そうなんだ。どういう感じで、結構あれ、うん、あの上手だったでしょ、あの人たち。そうですね、うん、だからデモテープ渡して、うん、それでちょっと適当に遊んでみてくださいって言って、うん、でやってもらって面白かったですよ。なんか本で入れるとすごい、ほら曲がすごい華やかになるから。そうですね、うん、バッと派手になりますからね、うん、あとなんか今回のはなんかこう聞いた感じだと、まあそうですね、まあ俺はこう勝手に自分で解釈するとトランス系かなって、同じものを繰り返す、でまあテイスト的にはね、いろんなテイストがあるんだけど、結構ドアーズっぽい感じ。そうですね、俺もドアーズパッと思い出しますね、うん、結構繰り返して聞いてるとですね、やばい境地に頭がいくんじゃないかなと、そういう感じですね。でもなんかフルアルバムは2年ぶり、うん、ミニアルバムが1枚出てるんで、ミニアルバムがあった、スペーシーっていうやつが出てて、うん、はいはい、でその後、まあ、フルアルバムではそうですね、2年ぶり、うん、でね、実は今度イベントが一緒なんですよね。はい、それどこなんですか。いや、これはね、四国の徳島なんだけども、はいはいはい、うん、それでね、俺がね、ちょっとね、おかしかったのがあったのが、ずっとほら、バンドの名前書いてあるじゃん。で、なんでこんなところにパッとくなんか、レピッシュシーナンドロケットって書いてあって、うん、エンドなんとかかんとかかんとかって書いてあって、あれ違うよ、これエンズだよって思って、アンドって思っちゃったんだよ俺。一瞬なんかボーって読んじゃって、小文字らしいっていう、うん、そしたら、なんだよ、それサマードでやるんですか。違う違う違う、あと地元のね、バンドとか、あと多分5番、それアマチュア出れるんですか。っていうか、まあインディーズのバンドだと思うけれども、いいっすね、多分全部で5バンドぐらいで確か、そうですね、うん、やったような感じがするんだけど、まあそこだから、そこもちょっとね、阿波踊りと一緒だから結構楽しみかなっていう、うん、え、そうなんですか、うん、で、ですね、気になるライブ情報の方ですが、はい、まあ一応10月頃やりたいっていうあれがあるんですけど、まだ正式に決まってないんですよね。そうですね、はい、うん、ライブをやっていきたいなっていう、ああ、はいはい、うん、まだね、なんかね、日程と場所が、そうですね、はっきりしたものが、まあ、とにかく10月頃に、もしかしたらテロップで流れてるかもしれない。あ、この日にね、テロップで流れてるかもしれないかなって、うん、まあ、それで場所はちょっとまだ言えないという感じでございますけどね、うん、まあでもあれですよね、基本的にはライブ、ニューアルバム中心のライブになりますよね。そうですね、
これはあのメンバーはレコーディングのメンバーと一緒みたいな感じなんですか。そうです、うん、完全に、はい、例えばあの今回 の, あの、まあ、基本的にはさ、やっぱりエンズってなんか遠藤君のさソロプロジェクトっていう感じがするじゃないですか、はい、うん、でなんであのこのエンズとあれっていうのをこう分けてるの、名前っていうか、ああ遠藤隆一って、うん、まあバンド、まあ、解散して、うん、それでバンドをやりたかったっていうのがあったんですけど、うん、で、だったらまあ最初からエンドルイチで出るよりはバンド名前つけちゃって、それである程度うまくいったらパーマネントな形にしちゃえばいいかなと思って、そんな感じです。それで想像になってるわけですね。皆さん分かりましたか。これでもタイトルもすごいあれですね、ソフトバレーのことから考えるとすごい意外な感じしますね。やっぱりエンズなんとかあるとしてもやっぱりときめきとか、そうですよね、うん、いやすごいいい意味でなんですけどね、はい、このアルバムタイトルになりそうなこのハウルっていうのは、はい、これ英語なんですか。これ英語ですね。英語、うん、あれどういった意味なんですか。ハウル、ハウルはあの吠えるとか、あのワウワウの、ああいうあの獣系のやつってか、あと人間が叫ぶやつ、ハウリングとか、そっちのハウル、うん、そうです。あ、なるほどね。じゃあ夏はね、もうお二方一緒にイベントで、ね、まあ、多分いろんなイベントとかに、はい、あの多分遠藤君も出ると思う、はい、皆さんもまた打ち上げちゃんと行って後日聞かせてください。そうですね、はい、まあ、とりあえず皆さんもテレビを見てる皆さんもですね、はい、チェックしていただきたいと思います。今日の二組目のゲストは、エンズの遠藤さんでした。どうもありがとうございました。はい、次回は夏休みスペシャル、スキップガールズが横浜で大暴れします。最後は今週のピックアップアーティストトライセラトップスの曲を聴きながらお別れです。ミュージックリンク、また来週。いつも暮らしの中にライオンの提供でお送りしました。